嗨，大家好，金色的是，よろしくお願いいたします。大家好，我是陈静，请多多关照。今から SNS 不就是在の公表ね。公表します。今からの方はミネオラさんです。はい、お願いいたします。ミネオラさんの種目は少林ら関係になります。はい、じゃあ早速動画を流させていただきます。ミネオラさん、この少林ら関係は、はい、実は、アカデミー、チンセア、カンフアカデミー、オンライン、伝道オンライン教室で、はい、こう、勉強していただいた内容ですけれども、はい、本当に早速今この投稿していただくのは嬉しいです。なるほど、はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、じゃあ再生いたします。はい、少林拳、そしてカンフーのいろいろな拳種の始まりなんですね。結局こう足の基礎とか手の基礎とか少林拳から、それで羅漢拳は少林拳の中の一つになりますので、結構少林拳のその一直線の特徴ありながら、すごい豊かな足蹴りとか手の動きもあります。はい、 OK、 終わりました。結構かっこいいですね。そして先も峰浦さんの見ながらちょっと少林拳の特徴を言いましたので、ね、動きは特徴はやっぱりこう、他の剣種と比べたらちょっとこう、動きは小さい範囲に収めれるながら、その中のカンフーの中の武術の中のその基礎の動き、ゴンブーマーブーとかちゃんときちんとしながらね、やらないといけないところが特徴ですけれども、それで羅漢拳は少林拳の中の一種類なので、でまた少林拳の独自をね、ちょっとこう蹴り技とかと普通の拳種はまたちょっと違って独自はあります。最後はこうね、羅漢睡覺と言います。羅漢たち寝るね、坊主っていうのもあります。すごい少林寺のこうなんか普通の羅漢とかお坊さんのね、生活も表しながらの検証もなりますので、結構この特徴はちゃんと峰浦さんは抑えながら、いいところはやっぱりこの高さ、やっぱり自分できる高さ、あとこう床に合わせて足元合わせてちゃんとね、バランス取りながらやるのは素晴らしいと思うんですよ。カンフーって必ずちゃんとカンフーの靴履いて、それでちゃんとレッスン場行ってじゃなくて、今できる状態、ただ靴下と床滑るから、でもこの状況を合わせてバランス取りながらこうやれるのは私は素晴らしいと思います。で今回もたくさんのみんな投稿もそうです、いろいろな場所で合わせてそれぞれの剣舞を表しこう演舞してるのは本当に今回の一つの大きな意味あったかなと思います。で今峰浦さんのも見て、本当は靴下とか滑るですけれども、でもちゃんと自分できる高さとか合わせて結構この特徴出してます。なもうちょっとこうもし靴履いて安定性取れる場所だったら、多分もっとスピード出せれると思いますけれども、でも今の状態
ここまでできるっていうことは自分に合わせて今の動き合わせて自分の状況を合わせてちゃんとできてるのは素晴らしいと思います。あとこうやっぱりこの羅漢拳の一つ一つ技確実にしていらっしゃるのは峰浦さんの独自と思います。全然一つ一つこうなんかちょっと半端な動きがちゃんと手の動きとか方向とかちょっと半端にしてないんです。それはすごいこう見てる方も安心感あります。あとねスピードできる時もっと出したら全然間違いなくこのまま守りながら次スピード出せれるという安心感が、ね、すごいありますので、なので、私から見たらこの動きはちゃんと確実にできてるのをご評価したいと思います。ね、あとこの今の靴下と床の状況に判断してちゃんと足の安定感取っているのは素晴らしいと思ってます。もしアドバイスという言うなら体の前傾つまりちょっと前に前傾している状態はもうちょっと体を起こしてもらいたい。もしかしたら足滑るからどうしても前傾自然にしてしまうところはありますと思いますので、その意識もしながらバランスこうもうちょっと取っていただいたらもっといいかなと思います。たまにね状況によってどうしてもこういう個性がついてたら、ちゃんとできるところでもこの癖がついてしまうところありますので気をつけていただきたいと思っていますので、だから前傾はちょっと気をつけてまっすぐすること、そしたら首ももっとまっすぐなれますので、今多分みんな見てわかります。この、ね、どうしてもこの首は前に行ってるちょっと行ってるっていう感じがします。なぜならこの前傾によって首ちょっと前に出てる見えるところもありますので、なのでもうちょっと上半身を起こしていただきたいっていうところがしてちょっとアドバイスとしてしていただきたい。そして後ろの足弓步の時とかの後ろの伸ばしてる足の膝もうちょっと伸びていただきたいです。後ろの鏡見えるのでどうしても見やすいのですごいありがたい、ね、後ろの弓步の時とか膝もっと伸びていただいたらこの動きもっとリンってできるのでその点かなと思います。なので一応オンライン教室習ったものを早速演舞していただくのはまず嬉しいし、そして確実に手の動き足の動きこう丁寧に表していただいたのはめっちゃ安心してます。また峰浦さんいろいろちょっと見せていただきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにあれですね、少林羅漢拳は、はい、アカデミーのオンライン伝統武術の第一弾ですね。そうなんです。それでまずこうすごい来ていただいて、今でも峰浦さん八極拳も参加していただいてて、そうですね、峰浦さんの八極拳も見てみたい、見せていただきたい。でもオンライン教室ここまで確実に覚えていただくということは、ね、多分動画終わった後の動画ずっと見て練習したと思います。 すごい嬉しいです。嬉しいですね、はい、オンラインでねここまでやっていただけると、はい、こう見たらこっちもすごい嬉しい、なんか、もっと頑張る気になってきたという感じです、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。峰浦さんでした。はい、またこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。